プラドルディスク、今回はコスプレイヤー見ていこうと思います。まあ、前回ね、あのコギャル見てったんだけど、今回はコスプレイヤーということで。じゃあキャラで見ていこうか。あ、こういうのもあるんだ。あ、これメイキングか。まあ、とりあえずキャラで見ていくか。ハニー。懐かしいな。多分ファイティングバイパーズだね、これは。すごい90年代って感じするね。やっぱりこのコスプレっていう文化が始まって間もない頃だと俺は勝手に認識してるから、なんとなくだけど左足が消えてるみたいな、これ心霊写真ですかみたいな感じになってるけど、あれハニーってさ、でも服装確かにこんな感じだったけどさ、なんて言うんだろう、もうちょっとさ、こういうなんかふかふかしてるクッションって感じよりかは、なんていうの、もっとメタリックっていうかさ、あ、こんな感じ、こんな感じの印象あるわ。こういうなんかテカテカしてる感じっていうのかな。でもなんで青なんだろうな。なんで 2P カラーなんだろう、突然。でもな、俺ファイティングバイパーズ自体はやったことないからな。うわぁ、これでもね、誰かが言ってたわ。コスプレってのは楽しいもんであって、そのビジュアルとかは関係ないっていうかね。あ、これあれか、V 破壊された時の、ハニーって感じかな。戦ってるうちにバーンって壊れんだよね、服がね。確かファイティングバイパーズって。なんか、主人公がオス番長の番長みたいなやつなんだよね、確か。ソフィア、ロックバンドじゃないよね、これは。等身伝だね、これ、おそらくソフィアって。でもあれだな、ソフィアがもし本当に実際にいたとしたら、こんな感じになっちゃうのかな。でも髪金髪だからね、完全なコスプレっていうか、これただのさこれただの SM 嬢じゃん、本当に。店の人でしょこれ、単純にコスプレっていうなら金髪にしないとね。でナコルル、これは多分ね、昔超有名だったんじゃない、この頃、特に90年代みんなナコルルになったんじゃないかな。ナコルルファンはいっぱいだと思うな。ここ飛ばして、知らぬ今、これもそうだな、これも超人気だったと思う。だからこの格好した人いっぱいいると思うんだけど、なんで黒いんだろう、なんで黒いんだろう、この時から黒かったっけ、赤だよね、知らぬ今言って、真っ赤なふんどしみたいな感じだったと思うんだけど、そっか、知らぬ今井参りますみたいな感じには思えない。草並リサ、ちょっとマニアックだな、草並リサ。これもしかしてだけど、ラストブロンクスっていうゲームのやつかな、キャラかな。マキ、これ多分制服でしょ、マキ、何のマキだろうって一瞬思ったけど、これペルソナだよね、多分、おそらくペルソナのマキっていうリボンがそうだもんね、おそらく。なんでもありだな、これ。なんとなく顔がリアルだな、この人。なんとなく顔がリアルだわ。ピッキー。あ、これなんかわかるぞ、これ見たことある。これもなんかの格ゲーのキャラだな、なんか見たことあるぞ。すごいマニアックじゃない、これ。なんでこんな、こんなコスプレなんでだろう。したくないんだけど。これなんだろうな、これもあれかな、ファイティングバイパーズか、ラストブロンクスかな。ユリってあれだろ、リュウコの剣だろ。あ、やっぱり。わ、なんかもう、しわくちゃじゃん。服が。合ってないし、サイズ。まあ、ユリも、まあ人気あったろうな。今でもユリ人気ある感じするから、やっぱ KOF に出てるだけあって。あ、こんなポーズしたっけ？こんなポーズしてた？でも今んとこ、今までの中では一番完成度がまだ高いんじゃない？これが。てか、チュンリーいないんだね。チュンリー、キャミンあたりいてもおかしくないと思うんだけど。カプコンが許さねえって感じかな。完全に女子プロでしょ。ただの女子プロのさ、リングイン前でしょ、これ。
入場シーンの女子プロでしょこれ。単純にこれも多分格ゲーだよな。北条っていうのかな。サラ、サラってなんだろう。ばあちゃん、いやでもばあちゃんのサラってこんな格好してないよな。この人いいな、普通に可愛いな。で、港の陽子、南の陽子みたいじゃん。これ単純にバトロワのさ、バトルロワヤルに出てくるやつじゃんこれ。何のキャラだよこれ一体。マニアックすぎる。で次コスパに行く。メイキングだね、いわゆる。このメイキング見るのが楽しかったりするんだよね。なんかこのやらされてる感みたいのが見えるしね。でもみんな楽しそうにはしてるけど、写真だけ見ると。私服もなんとなくコスプレっぽいね。やっぱ楽しそうにはしてるね。やっぱビジュアルじゃないから、うん、服装が乾燥してる。お、来たエリス。服の完成度高いがゆえにビジュアルがちょっとがっかり。なんだこれ、なんだこれ、全然これファン怒るんじゃない。なんだっけな、シズマルだっけか。結構女のファン多かったと思うんだけどこれ。あ、クララね、これも完成度高いな。でもすごいお金かかってそう。すげえ、シャルロット、シャルロット、ちょっとビジュアルが問題だろこれ。さすがにこれ言わせてくれ。言っちゃダメなんだろうけど、そこ禁句なんだろうけど、そのコスプレ界では。マヒロってなんか AV 女優みたいな名前だな。知らない前参ります。 KOF99 か。ちゃんと年代指定するんだな。でもすごい金かかってる感じするな。この趣味ってすっごい金かかるよな、コスプレって。あの美穂潤もコスプレに10万ぐらいかかってる。トレーシー、俺とこれ好きだわ。等身伝のトレーシー大好きやったな昔。あのトンファ扱い、こう見るとソフィアってもう女子プロみたいな格好してんな。まあいいとして、あ、なんか右下何これ。右下の桜大戦、いや違う、キワガミ源十郎、まさかの男。眼帯なんてつけてたっけ源十郎って。むしろ柳生十兵衛館の方が、ここすごい濃いページだな。このページ濃いな。クラーク、しかも96して、やべえな。あ、これ首切りバサラでしょ。すごいなこれ、やる気勢だなこれ。時計食っても死にはしないみたいな意味不明なやつで、しかも右下来ました、クラークの相方ラルフ。もうここまで来たらさ、ハイデルンいないのかな。ハイデルン、ソーブインガーみたいな、ワッチョーフェイみたいな、いろんな。これトレイシーだね。あー、でもラストブロンクスって人気あったのかな。ナコルルね。あとアテナか。アテナも結構人気だよね。アテナは年ごとに毎回見た目が変わるっていう。おお、ちょっとここら辺かぶっ、ちょっとエリスやばいな。いやでも、でも髪緑にしてる時点で他のエリスよりかは勝ってますよ。この人。やる気が、右、今のエリスの右後ろにラッシーと言ったな。エイジ、等身伝2、藤掛康子って名前が面白いな。ふりかけみたいじゃん。あ、東堂かすみじゃん。俺これもキャラも好きだな。 KOF96。 いや俺思うけど、かすみって確かにリアルにいたらこんな見た目なのかなって思うわ。ビジュアルがね、ゲームだからちょっと可愛くなってるけど、実際にいたらあんな感じなんだろうなっていう感じも、なんかいいな、好感持てるな。加点対象。あー、やっぱエリスいるんだな。え、何あの下のやつ、看護婦さんみたいじゃん。こんな野々村病院の、あ、違う、ばあちゃか。え、ばあちゃのなんかすんごい看護婦さん感がすごいんだけど。
フンフーが足りないわね、これはちょっと。なるほど、いろいろいるな。結構ダブってたりすんだな。これで終わりか。なるほど。じゃあ次ね、最後おまけ感か。行って、これがね、まさかの格闘ゲームっていうね。まあ、格闘ゲームって言うて、本当に格闘するわけじゃないんだけど、キャラも適当でいいんだよね。もうキャラ差とかないから。これ同キャラじゃん。同じ人じゃん、コスプレしてる人。これ単純にね、あっち向いてホイみたいなやつなんだよね。さっきちょっとやったんだけど、実は。数字で勝った方が攻撃すると。で、上、上、中、下選ぶと。あ、で、俺中段攻撃で向こうが中段防御だから今のはなしと。アイコみたいな。え、俺9出したのに10、え？これコンピューターに勝てねえだろ。まずここで負けるもん、この数字バトルで。12個、2連続おかしいだろ、しかも。なんとか防いだけど。まあ、とりあえず1勝1敗には持っていきたいよね。ここはちゃんと勝たないと。これ負けたな。これ負け、あ、やっぱ負けたね。負ける未来しか見えなかったわ。